待たせしちゃって。これはこれは、初めまして。あ、私営業部長のこういうものでして。あ、いやいや、これはこれはご丁寧に。どうもよろしくお願いいたします。いやいや、こちらこそ一つよろしく。あ、ママどうぞお座りください。あ、はい、あ、失礼させていただきます。部長、早速ですが、この度は我が社とのお取引を結婚を前提にするなら始めても良いと。まあね、結婚を前提にならとうちの社長が申しましてね、まあうちとしても結婚を前提にとまで言われたら、そらもう断れんですわ。そうですか。あの、それでは、あの、新商品の開発も結婚を前提にということで。そりゃもう結婚を前提にということなら我が社も安泰ですわ。あ、いや、もうそれはありがとうございます。まあ、それもあくまで結婚を前提にでございますね。分かってるじゃないか君。それはそうと、あの、開発部長、今度の日曜日なんでございますが、どうでしょう、ご一緒にゴルフでも。もちろん結婚を前提にして。ねえ君、結婚を前提にゴルフ、ぜひやりたいね。よろしいでございますか。それでは、あの、明日にでも電話させていただきます。もちろん結婚を前提にじゃろ。分かっとる、分かっとるよ君。あ、そうですか。いただ、もうこんな時間でございますか。私そろそろ社の方に戻りますので。おお、そうかね。あ、それじゃあゴルフの件頼むよ。は、もちろんでございます。あ、それとくれぐれも結婚を前提にじゃろ。くどいね君も。ではでは、お願いいたします。あ、それでは私はこれで。おお、それじゃ。おお、はい、何か忘れとりゃせんかね。失礼をいたしました。結婚を前提に。では、これでは失礼いたします。